お仕事関係とか、うん、お金が絡むとより分かりやすい。理論的には確かに合ってるかもしれないけど、その感覚無視してやった時に、うんうんうん、絶対どっかで揉めたりするんですよね、はい、あ、そうなんですね、はい、それでうまくいった試しが本当になくて。あ、そうなんですね、はい。はい、今日もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ダイオン、今日はとんでもない人がやってまいりました。モンスターがやってきた、はい、キコさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、素晴らしいですね、はい、もうキコさん2回目でございます、ね、そうですね、そうですね、僕のチャンネルのね、はい、お客様からうちのアーミーの方たちからですね。アーミー、誰も認識してないですけども、ファンネームアーミーですね。ファンネーム、ファンネーム知らなかった、はい、キコさん呼んでくれ、これ誰も知らない、誰も知らない、僕も初めて知った。いやいや、みんなアーミーですよ。あ、本当ですか、はい、あ、そうなんですね、はい、まあ、キコさん呼んでくれと。あ、そうなんですね。いや、ありがたい。ということで、はい、無理やりお呼びさせていただきました。キコさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、キコさん、前回のですね、守護霊の話も、ね、もうめちゃめちゃ再生されてて、嬉しい、本当にありがとうございます。あの、私の方でもめちゃめちゃ伸びてまして、はい、やっぱり皆さん本当なんかこう、あ、でも前回は開運とかもそうなんですけど、はい、桜庭さんご自身のこととかもすごく教えていただいて、はいはい、あの、本当に多分あのファンの方いっぱいいらっしゃると思うんで、うん、今回またもっと、キコさんに比べたらね、はい、我らは、ね、はい、弱小です。1回戦負け、1回戦負けです。我らはね、ポットデでね、はいはい、ポットデでもう潰されちゃったから、ね、あ、そうですそうですそうです。いや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 、そうですね、もう大王、甲子園の土拾って帰るとこですね。本当だね。本当にありがとうございます、うん、今日はですね、キコさんをお迎えして、はい、これを手放した方がいいぜっていうものについて聞いていこうと思うんですよね、うん、はい、大王はですね、のチャンネルはですね、物を捨てることが大好きな人たち、うん、でも捨てられない皆様が見てるチャンネルですので、うん、それをですね、今日キコさんにお伺いできればと思います、はい、キコさん、ということでですね、はい、人生が激変する、これだけは手放してほしいよっていうものについて教えてください。手放しで言うと、はい、ちょっともういきなり結構なこと言ってしまうかもしれないんですけど、はいはいはい、やっぱ人間関係。あ、そうなんだ、はい、大事ですよね、はいはい、ちょっとなんか手放しっていうときつく感じるかもしれないんですけど、はい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 、私の経験上、うん、そのもう会わない人たちとずっと縁を続けているっていうことが、うん、一番開運から遠ざかるっていうふうに思ってるんですよ。はいはいはい、いますね。あ、そうなんですね、はい、え、これどういうことですか。特に自分自身が成長していってる方って、うん、当たり前に会う人が変わっていくじゃないですか、段階によって。確かに、けどどうしても物はまだ捨てれても、うん、こう人って情が乗りやすいじゃないですか、物以上に乗りますね、はい、でなんかお世話になったしとか、はいはいはい、あります、あの時助けてくれたしとか、はい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 、こういうメリットがあるみたいなところで、うん、なかなかちょっと縁を、まあ、切るまでいかなくていいと思うんですけど、はいはいはい、遠ざけるみたいなことも難しいなって感じやすいと思うんですよ、うんうんうん、ありますね、はい、本当は合ってないし、うん、なんか違うんだよなって違和感のまま進めて、はいはいはい、いいこと起こったことないんですよね。ああ、キコさん自身もそうでした、はい、そうなんですね、大体事件が起こる。あ、そうなんですね。ちょっとキコさんの事件をちょっと教えていただきたいですね。事件ですか、はい、あれ言っちゃいましょうよ。あ、ちょっと待って、大王知ってるんですか。いや、この間2人で喋っててさ、はい、2人で喋ってて、もう新波動の2人だから、そうそうそう、はい、新しい、はい、ピロートークしてる時、ピロー。あ、そうなんですね。大王、キコさんと一緒にピローする場面あったんですね。いや、それはちょっと、はい、あんまり言えないけど、今あんまり、これみんな見てるんですよ。あんまり言えない、17万人が見てるんですよ。怖い怖い怖い、キコさんの方でも相当見てるんですよ。もうキコ言っちゃうよ、あれ。あ、そうよ、言っちゃえよ。あ、そうなんですね。何、付き合ってんの今。今付き合ってんすか、今付き合ってんすか、二人は。いや、何なんすかこれ。だとしたらその彼氏やばすぎません、はい、今手放した方がいいと思う、それは。あ、そうで、あの YouTube でピロートークしてる人、言っちゃう人は手放した方がいい。確かに確かに、これ悪い例だわ。悪い例、悪い例。急にここでカップル系 YouTuber が始まるのかと思ったの、本当に。今までスピ系で通したのが急にカップル系になって、びっくりですよね。びっくりしました。本当に危ない危ない、本当に。ただいまに公演情報を新たにお届けするよ。急ですね。急ですよ。だいぶ僕たちいろんなところに行くんですよ。はい、日本全国津々浦々。5月21日札幌。札幌アガスティアの葉。さらに5月22日アガスティアの葉ガイデンというね。はい。はい、
6月7日広島です。広島久々。6月8日岡山久々。そして6月17日神戸でございます。神戸、はい。そして6月18日大阪に行きます。関西 2days ということでね、楽しみにしていてください。ぜひ会いに来てください。ありがとう。いやでも私は、はい、どんなトラブルは特に分かりやすいのが、はい、お仕事関係とか、まあ、そのちょっとお金が絡むとより分かりやすい、分かりやすいし間違えやすいと思うんですよ、はいはいはい。例えば皆さんでもすごいお得意様のお客様とかがいて、うん、ですっごい嫌なお客さんとかだったらまあまあちょっとすいませんってできるかもしれないけど、うんうん、嫌まではいかないけど、うんうん、なんか毎回ちょっともやっとするぐらいの方だと、あー、なるほど。いやでも我慢すればこの方はたくさん買ってくれるしなとか、はいはいはい、あとそのなんかビジネスパートナーとかでも、はい、なんか人としては好きじゃないけどこの人が持ってるなんか知識とか人脈とかはすごく私にとって必要なんだよなとか、はいはい、ちょっと働きやすいと思うんですよ、はいはい、計算みたいなものがありますね。でそれだと理論的には確かに合ってるかもしれないけどその感覚無視してやった時に絶対どっかで揉めたりするんですよね、はい、あそうなんですね、はい、それでうまくいった試しが本当になくて、あそうなんですね、はい、もう間違いなく何かしらのトラブルになんか起こるんですよ。でもそれが最初から嫌いだったとか、はい、揉めたとかじゃなくて、はい、うっぐらいの違和感を無視すると、はいはいはい、大嫌いになっちゃうぐらいの事件が起こっちゃったりするんですよね。 ありますね、はい、確かにそうですね。早めの手放しが大事かな、はい、あれしかもキコさんなんでか知らないけど、はい、もやっとするやつって、はい、初めから分かるじゃないですか。そう分かりますよ、ね、初対面から分かるじゃないですか、はい、分かりますよね。そうなんですよ。大王もそういうのありますか。俺もね、はい、キコさんいいこと言ってくれたなと思って、はい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 、やっぱそういう、はい、やっぱきっかけが欲しかったんだよね、はいはい、そういう。あ見たこっち見た。あのもやっとする人間関係って、はい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 、こっち見た。やっぱりはいこっち見た。やっぱり2回目見た。ちょっとみんな見ました。今ちょっとこの今こう配信皆さん見ました今。いやいや何これ、まあ、どういうこと、ね、どういうことどういう展開。いやはい、こうやってキコさんが、はい、その人間関係の手放しっていうことで、はい、やっぱ僕も勇気が今もらえるよね。はいはいはい、いや見た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 。言ってないけど目で言ってる。完全に言葉として出てないけど目では言ってる。いやでも本当、うん、あの本当その通りだと。あそうなんですね。本当その通りだと思う。あそうなんですね、はい、いやそうなんですね、うん、じゃあ早めに今までこのもやっとしてたなっていうところに改めてメスを入れるタイミングは今じゃないかと。そうですね、はい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 、はい、そうですよね。キコさんそれを手放した後好転したみたいなエピソードってあるんですか。いやもう全部好転してますねやっぱり。全部好転するんだ。しかもそれが、うん、手放したくないなっていうエゴが大きい人ほど、はい、もうちょっとやめようって思うと、はい、その後にこんな出会いがあっていうまさかみたいな素晴らしいご縁とかが来るんですよ、はい、そうなんですね、はい。でそれがなんか今までの自分の常識では出会えなかったような人とのご縁だったり、はい、うん、すごくなんかこんな世界があるならさっさと手放せばよかったっていうことが毎回起こるんで、サクッとこうなんかできるようになってきた感じはありますね、はい、昔はやっぱりそう人間関係っていうのにちょっと手放すのに時間かかってたりしたけども、はい、今はもうさっとできるようになったんですね。とはいえかなり私も情が結構あるタイプなので、そんなにバシッとかはいけないんですけど、はい、まあ、色々学んでその縁も切るじゃなくて、はい、距離を置くみたいな、うん、薄くするみたいな方法でもいいんだなとか、うん、距離の置き方とかもちょっと学んできたりするじゃないですか、その揉めて離れなくてもいいみたいな、そうですよね、とかそういうのが分かるようになってきて、はい、あとそのやっぱ自分が、うん、いやまだこの人とはいたいなってエゴもうエゴって分かってるけど、はい、いやでもななんか言うの申し訳ないしなとか思ってる時の、はい、自分の扱い方が分かってきたって感じなんですよ。あなるほど。はい、今までこなしてきてなんか自分こういうふうに思いやすいからこうしようっていう対策が取れるようになってきた。そうなんです。私はちょっとでも続けようとしちゃうタイプなんですよ、はい、あだからもともとめっちゃ情も深いですし、はい、愛もある方だからなんか長く続けることに価値があるみたいな思い込みがあって、はいはいはい、で一回始めたんだったらやっぱ約束守んなきゃとか、はい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 、それがすごいあったんですよ、はい、確かにそうですね、はい、だからちょっとすごい苦手だったんですけど、はい、私はそういう自分が出てきたらあいつものパターンだと思って、うんうん、でもこの後にめちゃくちゃ最高の人が出てくるとしてもその人といたいのって聞くようにしたんですよ。あ自分への問いかけ、はい、そうなんですね、はい、だからまず最初にノートとかにめちゃくちゃ最高な人って誰っていうのを書き出すんですよ。はい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 、でめっちゃ最高じゃんってなってから、はい、この人出てくることが確定しててもその人とやりたいのって聞くと、はい、大体ノーなんですよね。いやもう間違いないですね、はい、だってもやっとしてるからこそその対象に上がってるんですもんね。そうだ
なんですよね、はい、だからなんかそういう風にして自分に絶対この人出てくるって思える自分になることと、その質問をしてあげるっていうことで、だったらあの自分が進みたい方向に行くためにちょっと手放しをしなきゃいけないなみたいな感じでできるようになってきました。いや最高ですね。大王いかがでしょうか。キコさんがそうやって、はい、人間関係を切り離した時に、はいはいはい、ちょうど出会ったから。あ、そうなんですね。キコさんが理想の人として書いたメガネでちょっと髪の毛が長くて先っちょ赤いみたいな。あ、そうなんですね。カップがいい男。いやだからキコさんと初めて会った時に、はい、ビンゴって言ったから。キコさんが、キコさんがビンゴ。あ、そうなんですね。イメージ通りと、いやそれは聞いてないから分かんないけど、はい、あ、そうなんですね。あ、もう大王としては聞くまでもない。そうだね、はいはいはい。ちょっとやばい YouTube チャンネルになりました。ということでですね、ぜひですね、自分の未来の最高の人との出会いを思って、今の人間関係を切り離していってほしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたので、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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 楽しい。